皆さんこんばんは、ヤクエンです。ということで、大変お待たせしました。ゼルダですね、やっていきたいと思います。ですね、地図をね今見てるんですけど、左側でなんか渦巻いてるとこに行かなきゃいけないってなってるんで、とりあえずあそこに向かっていきたいと思いますね。ちょっとねブランクがかなり空いてるんで操作を忘れてますけど、あれあれが見えるかい、100円。ここで一体何が起きたんだろう。あ、当てた。クリエイトフィッシュアイオ。これはどういう意味だ。この島はまるで遅かったみたいだ。ちょっとしか時間は、大切な時間はなかったけど、まさかこんなになるとは。昔、水の精霊、ジャブンがここに住んでいたんだ。ただもういないみたいだな。おーい、100円。あ、鳥のさん。やっと来たか。ずっと探していたんだよ。もしかしてジャブンを探してるのかい。言いにくいんだけど、もうジャブンはここにはいないのさ。この島はこんなバラバラになっちまって、フォーセイキンフォレストから来た闇によってこういう状況になってしまったんだよ。ただ案ずるな。ジャブンはこの島から逃げることができたんだ、攻撃前にね。もっと安全なとこにいるよ。どこにいるか知りたいかい。君が生まれた島さ、アウトセットだよ。ただ君が今アウトセットに行ってもジャブンに会うことはできないだろうな。彼が隠れている洞窟は閉じられていて誰も入れないんだ。海賊たちが持ってる船を持ってしても入ることができないんだ。だから100円、君に謝んなきゃいけないんだ。ん？どういう意味だこれ。あ、海賊たちが君を探しに洞窟に向かっているんだよ。どうせ中には入れないからどうでもいいのさ。彼らは最後ウィンドフォールアイランドにいたっていう話さ。何をしてるか分かんないけどね。ジャブンに会いたいんだったらウィンドフォールアイランドにいる海賊を探すんだ。昔はもっとこの場所も海が落ち着いていて静かなところだったんだが、雨が降って闇に覆われている。バルーン、あれですね、バルーか、鳥、前助けた鳥の人が君にこのことを伝えるように言ったんだよ。彼はこの島を呪われた島と言っていた。ここにはいない方がいいと思うよ。君のためだよ、それが。君が決めたらいいけどね。ジャブンがそういったことは伝えてよ。僕の仕事はこれで終わりさ。なんかよく分かんなかったけど、ここにいても何もないよってこと。なるほど。まあ、確かに何もないですね。まあでも探検ぐらいだったらちょっとしてもいいかもしれないけどね。まあでも何もなさそうだな。ってことは
あ、とりあえずジャボンは死んでなかったんだね。海の精霊はまだ生きている。彼はガノンの攻撃が来る前に感知して逃げたんだね。リトの言ってることを信じるんだったら、海賊がジャボンが隠れている洞窟について知ってるはずさ。ウィンドフォールにとりあえず行こうぜ。海賊を探しに行こう。ちょっと待って、俺ウィンドフォールどこかわかんないし。あ、あったあった、ここか。ってことは合ってるわ。これでこっちに進まなきゃいけない感じですかね。ここでカットしまーす。ウィンドフォールの近くまでですね、来ましたから、これでやっと物語が進む感じですかね。てかさっきから天気悪いんだよな。雷もすごいし、もうちょっと右側かな。このゲームパッドにね、画面は全部もう映ってるんですよ。で、地図を見ながら今やってるんで、やっぱあれがちょっと右かな。正面の島が多分ウィンドフォール。ちょ、瓶開いとくか。でもなんか闇に閉ざされてる感じですね。大丈夫なのか。前来た時はすごい緑に覆われてるっていうか、天気が良かった、いいね、島でしたけど、今はもうやばいですね。ポストマンが言った通りだな。あ、海賊の船がここに止まってる。海賊たちがジャバンの大切な宝石を取ろうとしてるんだったら、何が起きてるかは君には直接教えてくれないだろうな。海賊たちが何をやってるかまず調べよう。彼らに見つかる前に。オッケー。よし、行くぞ。これチンチクリン助けたとこじゃない？あ、いたいたいた。あ、海賊じゃねえ。あいつ海賊じゃないわ。ポスト調べてみるか。ずっと調べてなかったな。こんばんは。役員さんにいつ手紙来てます？手紙です。どうぞ。あ、強い剣士になりたかったら、ナイツクレスト盾かを見つけて戻ってきてください。OK。海賊たち。全部閉まってんな。入れんのか。入れるな。酒場的な。あ、海賊船に行った方がいいのかな。そういうこと？でも相変わらず綺麗だな、画面。こっちか。乗り込みましたよ。入る？え？あ、パスワードか、わかんないっすよ。トゥース、オンディ、何？間違ったパスワードです。この船の唯一の歯は？わかんない。そういうこと？パスワード調べてこないといけないのか。今はネットという便利なものがあるんですけど、それで調べちゃったらつまんないから。
いろん、じゃあとりあえず酒場的なとこ見つけてちょっと入ってみようか。ここ爆弾屋だったっけかな。ここなんかあんのか。あ、閉まってまーす。オッケー。ブーメランとかも使いたいな。あー、これもあったね。もう忘れてるわ。ほんと1ヶ月以上やってなかったからね。ここはなんだ。あー、レーション。あ、どうもどうも、いらっしゃい。チュージェリージュースショップですよ。 100% チュージェリーしか使ってませんよ。欲しいものがあったら。いらねえな、さよなら。ここ、これなんだろう。酒場的な。うん、なんだこいつ。あ、どうも。あ、すごい嵐が来てるんですよね、こんばんは。これ、あ、登れない。なんなん。なんか壊してすごい怒られた時あったよね。お金持ちの人かなんかわかんないけど。これじゃないな。同じことしか言わない。何もイベントはないな。あ、ちょっと待ってください。お？あ、僕のものを壊して払わないでいけると思ってんですか。高い食器だったんです。10ルピーずつ。マジで80ルピーマジか。人のものを壊したら払わなきゃいけないんですよ。マジかよ。わ、最悪。早くどっか行きやがれ。いや、もっと早く注意してよ、それだったら。もう何も言わなかったからいいと思っちゃったじゃん。最悪や。80円ぐらいかな。あー、こいつなんかこの町に変わったやつらが来たんだよ。あ、爆弾ショップに行ったよ。なんでそこに行くか。あー、オッケー。爆弾ショップって裏から確か入れたよね。そこで入ればいいんだ。オッケー。なるほど。こっちだ。ちょっと待って。スライド。危ねえ。そうだよ。前なんでこれあんのかってすごい疑問だったんだけど、こういうことだったんですね。あれ、ちょっと待ってよ。違くて、あれ、どうやってしゃがむんだっけ。違う。あれ、ちげえな。あれ、なんかあったよね、操作方法ね。いや、違う。あれ？これ装備してるからか？なんか、ちょっと待って。待って。いや、ちげえ。あれどうやってやんだっけ。違う。
え、しゃがみ方がわからん。あはは、わかった。これだ、もう一個ボタンあったのわかんなかった、後ろに。お待たせ。完璧カットやな。